遊ぶ楽しさ標準装備ホンダウィング高橋チャンネル、ご視聴ありがとうございます。代表の高橋です。こちらの車両が入荷してきましたのでご紹介していきたいと思います。はい、こちらインドネシア製になるんですけども、 W175SE、 エンジンも聞けるのでぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では行ってみましょう。こちらの車両ですけれども、見ていただけるとわかるかと思いますが、非常に小ぶりなナイスなサイズとなってます。よく形とかで対比されるのが同じく川崎のエストレア系になるかと思うんですけれども、ネオレトロ感があるというか、ちょっとカフェスタイルに合わせてエンジン周り足回りが精緻なブラックとなっているところが、タンクのシルバー、シートのブラウンとの色合いのコントラストの対比としても非常によくまとめられているデザインなんじゃないかなと個人的に思います。対象として先ほど申し上げました川崎のエストレア、非常にデザインいいかと思うんですけども、そちらの方から比べてもこちらの W750SE の方は車両重量が 126kg、 エストレアよりも 35kg 軽い軽量な車体周りとなっております。あとはですね、エストレアのシート高が 735mm となりますが、こちらのはですね 775mm ということで、エストレアよりも高いシート高になってます。ただ見てもらうと分かりますが、ね、非常に厚みのあるフランスパンみたいな形のシートになってまして、お尻を乗せていただくとですね、座り心地の良い長距離もこれはいけるんじゃないかなという感じのするシートになってます。あとはですね、ステッチとかの周りしっかり作られていて、ほつれ等もないです。全長はですね、194センチ、ホイールベース 127.5 センチ、最低地上高こっちですね、こちらが 16.5 センチということで、オフロードタイヤ履かせたりとかしたら軽輪道もいけるんじゃないかなっていう、そういう風な形になってます。そしてエンジン SOH 最高出力が 13PS となってます。それを7500回転で叩き出すということですね。なので結構そこそこピックアップは早いんじゃないかなと思います。後でエンジン音も聞いてもらいますのでお楽しみにしていてください。トルクの方は 13.2Nm ですね。それとですね、足回りきますね。フロント側ですね、フロント側はこちらディスクブレーキとなってます。特徴的なキャプトンマフラーの先にですね、こちらリアの方は往年の車両に採用されているドラム式となってます。タンクの次がですね、こちら、燃料装置なんですけども、キャブレター仕様となります。でこちらの方にですね、チョークレバーがありまして、今出てるように見えるんですけど、これもうちょっと上に引き出すことができて、はい、これでチョークの状態ですね、チョークを引いた状態になります。単気筒モデルになるので少し長めの段機が必要ということでメーカーから指示が来ています。あとはですね、エンジンの方は 177cc のエンジンとなってます。でこちらの方にオイルフィルターのキャップがあったりとか、この辺りは通常の車両と変わらないですね。タンクの真下のところにフュエルコックですね、こちらの方があります。見ていただくと分かりますけど、ここに矢印があるのが指示されている方向なので、今ここに RES リザーブの方になってますね。オンにするにはこちらから回していただいて、下の方に来るとこれでオンでオフというような構造になってます。続いてハンドル周りですけども、こちらの方リマスイッチですね、ハイビームロービームとウィンカーとホーン、至ってオーソドックスな形になってます。クラッチの方はですね、思ったよりも重くないですね、まあ、排気量が大きくないのでクラッチの容量もそこまでは強くないということですかね。右側の方のブレーキレバーもですね、こちらのはですね、非常に効きがいいというか、大きな遊びもなくしっかりとこう効いてくれる、そんなブレーキタッチとなってます。でこちらの方はキルスイッチとセルボタンのみという風な形です。アクセルの遊びがちょっと大きめなのが気になるんですけれども、実はちょっと調整はしてみたんですが、ここに調整用のアジャスターがついてるんですけど、ここで調整したんですけど、遊びを小さくするとこの調整ダイヤルというかネジの部分が外れてしまうので、このくらいの遊びになっているのがデフォルトのようです。フロント側の方はこういったブーツカバーがついていて、インナーフォークを守っていると、まあ、見た目もクラシカルなイメージに一役買ってるんではないかなと
思います。前側のフェンダーはこれは実は金属ですね。しっかりとした形ですね。そしてタイヤの方はですね、軽いオフはいけそうな感じのパターンなんですけども、フロントの方が80の100の17、結構チョイスの幅があるタイヤなんじゃないですかね。そしてですね、先ほど説明ちょっとしなかったんですけども、スピードセンサーがついてないので ABS はないタイプになります。でリア側の方ですね、リアの方のタイヤのサイズはですね、100の90の17ということで、こちらのもチョイスの幅があるタイヤサイズになってます。テール周りいきます。テール周りの方も非常にオーソドックスなデザインではあるんですけども、結構洗練されたデザインになってるんではないかなと思います。でチェーンの方はですね、ここ見てもらうと分かるんですけども、428ですね。でこちらの方もオーリングチェーンの設定があるので、こちらのに変えていくと駆動系のさらなる伸びが期待できるんではないかなと思います。セットアップの方も終わりましたので、エンジンをかけていきたいと思います。まずはですね、こちらの方の見ていただいたチョークレバー引きます。でキルスイッチですね。ピックアップがしっかりとこうついてくる特性にはなってるのかなと思います。ただちょっとやっぱり気温が、外気温が今ちょっと下がってますので、ちょっと長めのアイドリングをしてやらないとアイドリングが安定しないかなというのが気になるところではあります。ただもう暖気がもう今終わってる状態なんで、そうですね、これだけしっかりこうついてくるような形になれば、はい、いいんではないかなと思います。それではちょっと周り見ていきますね。まあ、新車なんで当たり前なんですけど、メカノイズとかも出てませんのでではないかなと。そしてあのキャプトンマフラーがいい仕事してくれてますね。結構いい音が、はい、出てます。こうやって見ていただくと分かるんですけども、回した時にですね、ミラーが思ったよりもぶれないですね。バランサーでうまく調整してくれてるのかもしれないですけど、ビビリが少ないのが個人的には驚いたポイントです。はい、でヘッドライトの方はですね、ハイビームロービームも本当に分かりやすい形になってます。あとはポジション級がついてるのがまた結構ノスタルジックな感じですね。インドネシア川崎製 W175SE、 最後までご視聴ありがとうございました。こちらの方、お客様の方がもうついてる車両にはなるんですけども、今後入荷する予定もあります。気になった方はぜひお問い合わせ、ご来店お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた見てねー。